どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、本日もやってまいりましょう。じゃあ、ヒマラヤ山脈やアンデス山脈の暮らし方っていうのを考えるときに、すごく大変なんですね。すごく大変な状況になる。それはなんでですかっていうと、3つの要素になってきますよ。ということが大変になってくるわけなんですね。じゃあ、まず何が大変になってくるかっていうことになるんですが、順番に見ていきましょう。まず、気温が下がりますよということが一つ。で、空気が薄いですよというか一つ。そして、高山病になりますよということが一つ。ということになります。さあ、これはなぜですかということを順を追って説明しましょう。まず、山っていうのは、高いところと低いところがあった場合に、低いところから高いところになると、どんどん寒くなってくるんですね。従って、山に登るときとかって、すごい防寒着とかを大量に要するに着てから山に登りますっていうことをやるわけです。従って、気温がどんどん下がっていきますよと。気温がどんどん下がっていきますよというのが一つです。そして空気が非常に薄い状態になってますよと。空気が薄い状態になってますよということになります。したがって、これが3000メートルぐらいだったらいいんですけど、5000メートルとか6000メートルになると、もう酸素ポンプなしじゃあもう呼吸ができないとか、そういう状態になってしまうケースっていうのがあります。それで、まあ要するに体調が一気に悪化すると。逆に高山病になってしまいますよということになるんで、本来高いところで生活する場合に関しては、低いところの土地から、要するに高いところの土地に至るまで、徐々に体を慣らしていくという作業をしないと、ダメですよということになります。はい。だから、山での要するにバイトとかっていうのは、結構その、体育会系なスポーツ選手みたいな人々であったとしても、生活ができないというふうな方になってしまう場合って非常に多いので、まあこの高山病に気をつけてくださいということです。というわけで、ヒマラヤ山脈、アンデス山脈、ポイントは3つ。気温が下がり、空気が薄くなり、高山病になる確率が高くなりますよ、ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。